そして、宛先。私の学生は、このままでね。jdmcruise.gmail.com at という宛先を使ってほしい。そして、タイトルといえば、件名といえば、先生はね、もうすでに書きましたけど、ただペーストします。とりあえず、このまま。いつもね、 2019 writing は先に書いてください。そして、コーロンを入れて、スペースつけて、そして、先ほどのロン先生選んだテーマ、<ペ>ー something new in your life という話題のタイトルを、次はね、それを入れてください。そして、最後、格好で自分の名前と学籍番号を入れてください。だから、2019 writing コ論、そのライティングの話題のタイトル、そして格好で、名前と学籍番号を選んでくださいで。差出人はそれは自分のソフトを同じように見えるかどうかわからないんですけど、その宛先とその件名とその内容を確認して送信してください。それで終わり。えー、ありがとうございます。質問があればぜひ先生に聞いてください。ありがとうございます。